そのさ、はい、ピンチはチャンスの後に来るもんです。ゼロすごい性格出るんですけどやっぱり宮迫さん、ここぞという時に崖を飛べる人です。宮迫さん、いやもう緊張するってそうですよね、うん、急にこんな感じで、いやこの空間がまず緊張するわすいません、もうようこそお越しいただきまして、いや何をおっしゃいます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、すごくこう練習してきていただいたみたいで、居酒屋で酔いながら、ああ嬉しいです。いや難しいわ、でも本当ですか、うん、すごく今回は本当にお久しぶりですよ、2年ぶりぐらいですかね、オフホワイト騒動前ぐらいのことだよね。はい、アメトーークに出たのがおそらく2017か8ぐらいなんですよ。そうか、それ以来か。それ以来なんで、だからまあいろいろちょっと自分の中で騒動が多すぎて、はい、どのタイミングの騒動後なのかが分からへんやっぱり騒動をランドマークに時間軸を見てるんですよね。そう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 、あります。もうそれはそうです、インパクトが強すぎて覚えやすいですから。そうですよ、ね、とんでもないジェットコースターの人生ですからね。いやでも本当に宮迫さんとはお話した芸人さんたくさんいると思いますけど、うん、初芸人として絡めるのすごく嬉しいです。いやそれは嬉しいですよ、なかなか、ね、ちょっとでも歴史的な動画かもしれないですねもしかしたら何かの歴史が変わるような、いやそうや、まあでも動画が今日撮れるかもしれない。だってあっちゃんとこういう感じで仕事することないもんね。ないんですよ、初めてよね。本当に光栄なことです。いや何をおっしゃいますよ。まずあの大きい数字で出た方から先行でいきますので、はい、よろしくお願いします。それではオープン、よいしょ、あ、2と4でまず宮迫さん先行で、はい、お願いいたします。では宮迫さんからどうぞ。まず引いて、1枚引いてどちらかを出すと、今初っ端にしゃあない、まあ、でもまず様子見て、これ冷凍でいいですか、見るっていうか、はい、占い師ですから、はい、こっちにこっちに、こちらでございます。おお、なるほど。結構見られたくないカードだったな。そうだよね、これはちょっと難しいんですよ、見られちゃうと。はいはいはい、それをちょっと難しいですね。これ結構急展開になっちゃうかもしれないです。そうだね、これを見られちゃったらかなりやばいんですよ。なので、はい、正直このカード見られたからといって、このカード本当はすぐ出しづらいんですけど、うんうん、見られたものを持っとく方が危険。なるほどね、そう感じて出させてもらいます、はい、なるほど。っていうことは交換です、これはもうこのまま、はい、ただそれでもリスクは高いんですよ。おー、この次に兵士が来ようもんなら僕即死ですから。そういうことですね、僕ただただ今祈ってます、兵士を来るの。兵士来い、おお、微妙なリアクションだ。そうですよね、はい、いいですか、どうぞ。ほんまに来ちゃいました、うわほんまに来ちゃいました、すごいです、すいません。奇跡を信じて、忘れてることを信じて、どうでしょう、何番ですか。一瞬さっきはほんまに忘れてたこっちばっかり意識と思って、ね、5番です。参りました、よし勝った、いや勝ったさあやっぱり運って貯金だって言うじゃないですか、はいはい、いろんなことがあって、はい、そうね、大ラッキーがあったら、宝くじあったらその後結構不幸な目に遭うとか、いろいろあると思う、はい、あるあるある、もしかしたら宮迫さん今絶好調かもしれない。なるほど、溜めてたんかな、溜めがすごいから、すごいよね、はい、ずっと落ちてるからずっと落ちてるですごい溜め、これもしかしたらありあるかもしれないですね。今ちょっと怖くなかった、いや嘘みたいに、すごいですねこれ、言ってた通り引いたで、いや怖、もしかしたら貯蓄が今あるのかもしれない、貯蓄は大きいなとはいえ僕もゲームマスターのプライドがありますから、負けてばっかりもいられないんで、俺もう今あっちゃんが思ってる以上にむちゃくちゃ嬉しいから、はい、本当ですか
だってダイゴ君との頂上決戦見てすっげえレベルでやってるな、こんなん絶対無理やと思って、はい、今勝ったんやもん僕素晴らしいです。もうグーの根も出ません今回。いやでも運もでかいもんね。行きましょう。はい、で宮迫さんってものすごいお芝居もお上手なんで、でもちょっとポーカーフェイスで今回ちょっと僕の読み聞かないかもなという懸念もあるんですよ。いやお芝居うまいだのなんだの言ってさ、はい、真剣に取り組んで真剣に、うん、あの謝罪をしようと思ってあの記者会見が、はい、芝居してる嘘くさいって散々言われてさ、はい、嘘泣きや言われてんで。あれ嘘泣きじゃないんですね。違う本気泣きやじゃあ亮との差がさ、はい、激しすぎて、あで亮確かにあの痩せてたよ、はい、俺も痩せてんねんって前がパンパンすぎて気づかへんし、ほいでもう寝られへんかったか、何日間か寝られへんかったからもう顔パンパンやねん。あれコンディションなんですね。そうそうそう、なんかもう痩せてもないし嘘泣きして言われて何やねん、あんなとこで嘘泣きできるか。今までの芝居経験があだと思ったんですね。そうそうそう、あっこでほんまに、はい、あんな嘘泣きできたら、はい、もっと俺仕事あった。あのメンタルで芝居ができる人相当です。でもトークで喋るけどめちゃめちゃ怖いですか。まず行きますよ。はい、こちらこっちか。あ、賢者ですね。次3番、はい、お忘れなきよう、はい、うん、なるほど。では見せていただきましょう。なるほどね。ほー、なかなかまた強力ですね、はい、参ったな、本当に風が吹いてる。どうぞ。いきます。1、2、3でこの中で選ぶんですよね。どうしよう、お悩んでる。うわこれどうしよう、悩んでるのもヒントだもんな。いやなるほどね。ものすごい強いカードが来てというより強いカードが何個かあるからこれどれ取ったらいいんだろうなのか、そうでもないカードばっかりだったのか。2枚。ここターニングポイントやな、はい、選択の時です。はい、はい、どうぞ。シャッフル切らせて、ちょっと待って。大きいターニングポイントです。賢者の選択により選びました。はい、すみません。それでお出しください。うん、おー、なるほど。ということは攻撃的なカードを取ったわけではなく大きいカードを取ったんじゃないかな。次3枚ですね。はい、うん、なるほど、大きいカード手に入れました。それはわからないです。強引に教えてもらいます。こちらです。なるほど。これどうなるか分かんないですね。これはどうなるか分かんないです。では、はい、いただきます。よいしょ。うん。でも見られちゃったんだよね。そうなんです。しかも見られるとやばいカードなんですよ、それ。そうなんですよ。かなり一挙手一投足見せれない状態です。すごく今こうやって伏せてどうしても見られたくない感が出てるよね。すごく大事にしてる感じがするよね。なんかその伏せてる感じがこうやっとけばいいのに。僕小心者なんで取られたくない。じゃあ交換しましょう。なるほど、急展開ですね、ここから。では違うんです、でも こっちはこっちでいいんですよ。なるほどこれはよし、次の一手だな。もちろんこの状況下においては出させたものです。そりゃそうですよね。ですね、そりゃそうなんです。はい、交換するってことはお互いの手の内分かってるわけですから、うん、相手が何をするかどうするか、だからこれしかない。ここが何かで決まっちゃうかもしれないよね。もちろんそう。
ちろんそうです。ここで僕はねここであれを引いたらです。頼む。嘘だろ。中途半端なの引いてしまう。よし、くっそ、ここで耐えた。ここで行きたかったな。今リボルバージュ持ってる状態ですから。はい、弾が来なかった。来なかったな。わかりました。でもリボルバージュ持ってるよっていうことをバレたまんまでいいのかなっていうのもありますよね。そこなのよ。さあ、とはいえ死神の効果です。ここ大きいですよ。質問していただいて構いません。僕は嘘をつくかもしれない。やっぱさ、守りたいカードの方を体の近くに寄せたくなってけへん。やっぱり人のなんかこう取られた時にこっちの方が絶対残せれるから、ついついやっぱこっちに寄せてしまうよね、自分の体の方。へーっていうぽいこと言ってみたでもそれ当たりらしいですよ。うそやん。堀江さんもよく言ってました。誘導やな今それは。完全に誘導したな。バレたぞっていうことはこっちの方が取られたくないということでこっちにします。取ってください。おっ、こちら。いやよしよし、乗ってますね。よっしゃ、だいぶ乗ってますね。いやすごい危な、なんだかすごいパワー感じますよだってそうやね、もう終わってたやんか次で。危な、これは入ったな。いや今ホリエモンのこと言うたんがミスやった。引き出されましたね、うん、調子乗ってきた。宮迫さんが何を持ってるかを僕は知ってる。うせやん。そのピンチは変わらないですからね。そうか、宮迫さん、はい、ピンチはチャンスの後に来るもんです。うーわ、そうか、行かせていただきます。もうだって無理。その通り。ではオープン。くっそー、いただきました。ありがとうございます。うわうわ、肯定ステータスだから勝った思ったのにですね。でも2枚とも強かったんです。僕はそこに貴族が来たので。うわすごいすごいすごい。いやなかなか緊張感ありますね。しびれるな。今紙一重やね。僕もまだ見放されてはいないみたいです。よし、うん、次さん。なるほどね。くそ、でもね、早く、いやまさかそんなことないよね。これも急展開パターンですか。すぐさま、すぐさまよ出したよね。お、じゃあ出さざるを得ないカードってことでしょ。ちっちゃいか英雄とか皇帝とか、そんなすぐ引かへんと思うね。お、そういう推理をしてるということは、すごく早く終わっちゃってもいいの？もちろんです。来ましたね。そしてそれを出さざるを得ないということは、はい、宮迫さん、もしかしてそっちも貴族なんじゃないですか。いきましょうか。はい、せーの、ドン。うわー、そうなのか。なあ、そうか。おー、相打ちでございます。相打ちだね。これすごいですね。いや、危ないとこでした。くっそ、僕66で出してると思ったから勝てると思ったんですけど、なかなか、はい、あ、でも性格出るんですよ。ゼロすごい性格出るんですけどやっぱり宮迫さん、ここぞという時に崖を飛べる人です飛んでるね、いろいろと飛んだよ。やっぱり修羅場をくぐり抜けてきた量が違うなという感じはしました。
あのね、はい、そうやねんけど、はい、ほとんどの修羅場が自業自得なのよね、はい、いやいやいや、そんなことないですよ。では、私から死にやんで、いきなりですが、1枚引いていただいて、さあ、2択だ。これはそうやね、伏せてやるね、持っていただいて。とりあえず質問してもいいですか。はい、ちなみに捨てたくないのはどっちですか。捨てたくないの、はい、シンプルで聞きましょう、はい、大きい数字どっちですか。俺嘘をつくかもしれない、ね、もちろんです。そういうゲームですか。まあでもこっちです。死神を出した時に、うん、嘘を平気でつける人とつけない人っているんですよ。う、例えばヒカルさん、うんうん、平気で嘘ついてくるんですよ。だろうね。やっぱりね、嘘をつき慣れてる方っていうのは、はいはい、こういう時嘘をつくのがうまいんですよ。江坂、うん、さんもたくさん嘘をついてきたような気がするな。誤解もある。そうですよね、うん、時と場合によりますよね。自分の身を守らなきゃいけない時とか、誰かを守るためとか、いろんな嘘がありますから、はい、必ずしも嘘が悪い。僕はそうは思わん。正直言うとね、はい、生きてきた中で僕全種類の嘘ついてる。これが嘘なのかどうか、はい、ただ僕はすごくパワーのある方だと思ってる。ほう、よし行ったれと、ここは嘘やと。本当だったってことか。どうなんだろう、両方とも小さかったのかのか。何にせよ僕は大先輩をだいぶ疑いましたね。疑ってたな。完全に疑ってたな、はい、今もうダダ下がりです。中田好感度ダダ下がりです、はい、いいですいいです。先輩に来ていただいた上で嘘つき扱い、うん、分かりませんから、もしかすると。確かに、お願いします。ただちょっと僕としては納得いかない打ち筋でしたね。もうこうなったら行くしかない。もうちょっと今日はもうそういう日なのかな。宮迫さんは今、うん、1を出した、それはもともと1を持っててそう言っているのか、そうなっているのか、大きいの持ってたけども1を引いて今捨てたのか、それがすごく大事なことなんですが、大きい数字じゃないと判断します。はい、宮迫さんは10や9を持ってるわけではない。少なくとも10や9、19持ってない。いや、それはどうかわからない。行こう、せーの。やっぱり、あー、またか。やっぱりこれやと思って。おー、拮抗しますね。拮抗するな。ちなみにさっき、はい、3と何だったの。8です。いや、素直に言うたんですよ。本当にすいません。シンプルに、シンプルにシンプルに、これはもう本当にただただ素直なんですか。何を言ってるんだと。危険なのが多い。でも賢者じゃないから1枚引きですから、まだまだ半々ぐらいです。来い、いけるかしら。半々引け俺。
むき出しの乙女を守りきれますかね。宮迫さん頼むやめてくれ。次僕は貴族が来ても兵士が来てもやばいやばいやばい、やめてやめてやめて、お願いやめて。ここでとどめを刺す。来い。5と6の場合、5で勝負することはほぼない。なので6が手元に残っている。推理は完了しましたよ。性格上3回目も同じやつ、逆に逆に考えてここ行くんちゃうかがもう出てしまってたんですよ。動いてましたから、これ取ってって、ピクピクって。でも絶対こっちなんですよ、今度こそ、今度こそこっちなんですよ。そうでしょ。え？